ハレとは、デンマークオフスに本社を持つ家具メーカー及び、そのブランド名である。コンセプトは、クリエイティングヒューマンスペースラウンジパブリック空間での使用に特化した家具ブランド。ヨーロッパの家具メーカーブランドは100年を超える企業が多い。創業家のファミリーネームがそのまま会社名、ブランドとして継承されている伝統的な企業やブランドも多い。そんな中、ハレは、 2014年にスタートしており、世界的にも最も新しい家具メーカーブランドの一つ。企業としては2008年にグローブ04の法人名、ブランドとして設立された。デンマークのデザイン事務所04社と家具製造会社グローブファニチャー社との合併が原点となる。そして、設立から6年目の2014年に、晴れに会社名とブランド名を変更した。 ハレとして発足した際に、キャッチフレーズ、クリエイティングヒューマンスペースを、ブランドロゴと併記し、デザインフィロソフィーを明確に提示するようになる。それは、欧州には、世界で最も多くの家具メーカーブランドが存在する。まさに、軍雄拡挙、玉石混交とも言える家具マーケットにおいて、新興企業、ブランドには差別化、特化が必要であり、 その中で打ち出したキャッチフレーズがクリエーティングヒューマンスペースと言える。このフレーズは空港、病院、オフィス、公共施設など場所の種類に関わりなく人々に心地よくリラックスする機会を与える空間を作ることを意味する。ビジネススタイルとしては多くの欧州家具ブランドと同じくグローバルマーケットを意識して製品を発表している。そして ターゲットとしているマーケットは、コントラクトマーケットそして、ここが一番特徴的であるが、ラウンジパブリック空間での使用に特化した、ラウンジチェア、ソファ、ベンチ、ブースなど、限られたタイプの家具のみを製造販売している。ありがとうございます。